ほどここ川崎区小田に全国初の大災害時に備えた防災センターが完成しました。地下40メートルまで打ち込んだ杭に支えられた安定度抜群のこの建物、震度7の大地震にも耐えられます。備蓄用の毛布や乾パン、飲料水や救護用設備、医療室、出力100キロワットの発電機など自衛のための装備も整っています。消防無線や非常用電話などがある大小の会議室、これらのスペースは普段は市民の触れ合いの場として利用されます。火災による輻射熱を避ける放水銃、防災センターは市民を大災害から守る新たな砦として誕生しました。